今回は、ですね、ローズコーツと、このですね、サザエフのね、紹介ですね。このローズコーツというのは、一応ね、これはジョーカーのためにね、買ったんですよ。鉱物、腕にはめてる腕輪とか、トルマリンとか、まあ、ああいう、ね、鉱物をね、浄化するために買ったんですね。これ、サザエエシっていうのは大体ね、浄化するものですね。悪い気をね、溜まってるものを浄化するというものになっております。まあ、あるのかないのかわかんないけど、そう言われてますね。サザエエシでよくほら、ネックレス作ったり、腕輪作る方もいますしね。うん。で、これがね、ローズクォーツ。まあ、自分に全く関係ないけども、恋愛のね、あれだったり、そうですよ。うん。まあ、ピンク色でね、綺麗ですよね。うん。まあ、そうですね。で、これを、ここに水晶とか、そういう他の鉱物、腕にはめているものを、ちょっと疲れたなと思った時にね、置いたりしてますね。なんか、そうだってね、創生じゃなくてなんだっけ、お香みたいに炊くやつもありますよね。煙を出して、それを浄化するものもありますね。なんだったかな、そういうありますよ。2009はね、見たことあるんだけどね。ちょっと今出てこないですね。うん。まあ、サザエージは人のちょっとね、疲れ取ったり、そういうって言われてますね。ちょっとね、そこまではね、こうなんだかさ、わかんないですけど、たまにこう置いてます。ここに、パワーストーン。らしきもの置いてますよ。そうそう。それで、ね、うまくいくんかそれは知らないですよ。うん。で、あと持ってるとこの石ですね。うん。この石。これは何の石だったかちょっと教えてあげるね。まあ、全部安かったんですよね。ネットで安かった。安かったか買ったでなくて、まあ、浄化のために買ったっていう感じですね。もうこれ2年前か3年前かありますわ。うん。まあ、これがあるからって長くなったわけでもないんだけど、それはね、人の一人一人の人生と思ってるものがあるんでね。まあそういうのあるんですよ。で、まあこれいい感じですよね。うん。これね、サラの図書って次はね、あんま良くないんだけど、本当手に持つとこんな感じね。まあ自分手触ったら後で洗わなきゃいけないんだけどね。まあそういう感じですね。まあサザエエシは疲れ取ったりですね。さっき言った通りですね。まあ昔はあれですね、デアゴスティンやったかな。あそこに、ローズクォーツ、とか、鉱物コレクション。うん。あれも集めてましたね。あれでちょっと最後まで仕入れを集められない。うまく貼れてないからね。ちょっと中途半端だったね。一生全部集まったんだけどね。うん。あとファイルが足りなくてね、ちょっと資料が行方不明になったりしてる部分もありますよ。結構デーゴスティンね、結構かかると3年ぐらいかかりますよね。あれ集めるのにね。そう。最初の第一歩は安いんだけど、だんだん高くなってて、まあ続けるの結構ね、困難でしたけどね、あの時はちょっとリーマンショックだって、なんか頼ってたんでしょうね、石に頼ってもしょうがないんだろうけど、まあ気持ち的なね、問題なんですよね、うん。まあ経済とかね、緊縮財政とかが原因しているんだけど、その時知らなかったんですよね。まあそれで叶えばいいなと思ってね。なんか知らなかったから、その鉱物に頼ったというかね、経済とか緊縮財政、不況とかはね、自作自演なんですよ、はっきり言うと。うん。まあ、長くなると、うん、自分の体で作ってるのがお金なんですよ。その自分の持ってる体じゃないんだけど、自国通貨建てで、お金発行してですね。だから、働いても働かなくてもね、まあ、いつも他のところに、お金量は一緒なんですね。まあ、動画で、お金、こっち流れてると、外の物が減ったりとかね、そうなる感じですね。まあ、通貨発行金の問題なんですよ、はっきり言うとね。経済が、株価が落ちようが下がろうがね、その通貨発行金ってどうにもなるという話ですね。まあ、面白くない話でしたけど、まあ、この石型とは願う、経済とかね、病気とかは叶わないけど、まあ気持ち的なもので、まあ、よりどころで、そのパワーストーンをはめたっていう感じですね。その時代は知らなくてね、そのお金のこととか全部神社とか、どこお願いすれば叶うんだろうかと思ったらね、結局は自作自演だったっていうことですね。うん。だから他のね、まあ心のよりどころで神社に行ったり、パワーストーンに頼るっていう感じですね。うん。
運命というかね、世の中変えようと思ったら一人一人のね、気持ちと意志があればね、変えられるんですよ。うん。これにみんな頼ってるから、こう、みんな同じとこに流れてる、まあ本当に流されてる群れみたいな、川の流れてる人ですよ。こっちに流されてるから、本当はね、間違ってると思ったらこっちに流れたらいいんだけど、どうしてかみんな同じ方向に流れる癖があるんですよ、例えばね。メディアが、景気が悪いとか、物価が高いとかなるとみんなにこっちに寄ってくるんですよ、ね、メディアとか本とかね、そういって作ろうと思ったら何でも作れますし、動画でも作れますしね、でまたこっちに流されてきたりとかね、ちょっとそんな感じですね。入れもちょっと汚いにこれ持ってたけど、うん、後で洗わないからもないですね。だからみんなに、ね、こうやってまんべんなく流れてくれるんだけど、どうしてかみんなね、学校とか変な教科書でみんなこっちに流れていくのに、ね、いくら流れていくと、うん、だからまあまんべんなくこうやって追ってくれればいいお腹作れますよっていうかね。でパワーストーンでね、まあ話したからを、まあ頼るっていうのはその気持ちの拠り所っていう感じですね。それだけです。うん、まあそんな感じですね。よかったらチャンネル登録でグッドボタンをね、押していただけたらと思います。では終わりますね。ありがとうです。ではでは。